麻酔科医においては複数のカテゴリーに分けることができます。一つ目は学術研究機関、コミュニティ、地域の麻酔科医、そして個人開業病院での麻酔科医です。学術研究機関はほとんどの場合医学部付属の病院で、より大きな病院での業務です。ここでは診療業務もありながら医学部生や研修医の指導をしたり麻酔科医関連の研究を行ったりします。地域の病院での麻酔科医というのはより小さな病院での業務になります。そして業務というものは通常業務、つまり一般外科手術や整形外科施術のでの対応に当たります。個人開業病院や個人開業クリニックではそのあなたの業務はルーティン化された症例などに当たります。地域もしくは個人開業医での業務は手術室の中での業務に限られるので、そして指導やリサーチ研究などは含まれません。報酬は学術研究機関で働くのと比べるよりは高いのですが、人によってはこれが単調に思えるかもしれません。麻酔科医は入院患者の対応だけではありません。入院患者の麻酔科医は大掛かりな手術で全身麻酔が必要な手術などの対応に当たります。全身麻酔というのは意識をなくさせるということですが、この場合呼吸を支援する必要があります。それと比べて鎮静というものがありますが、鎮静は患者の覚醒を抑えるというものです。外的な刺激が制限されます。そして大抵の場合健忘症のようなものが伴います。麻酔科医で外来患者に当たる麻酔科医は鎮静を行うことがほとんどです。全身麻酔ではありません。これらの施術というのはより小さな規模の施術の対応に当たります。クリニックや外来ベースの施術センターなどの業務に当たります。鎮静というものは例えば白内障の施術、これは眼科医が行うものですが、ちなみに眼科医は前回の動画でカバーお話しした専門家になります。例えばまたさらに直腸内視鏡検査でも鎮静という施術が行われます。消化器官を見る検査が直腸検査になります。私の直腸内視鏡手術の体験に興味がある方は個人的なチャンネルでその動画がありますので、興味のある方はチェックしてみてください。麻酔科医というのは大体の場合手術室での業務になりますが、しかしあなたが麻酔科医の業務の種類によっては他の分野、病院の他の分野での業務にも当たります。例えば救急治療の麻酔科医においては集中治療室にいる患者の治療に対応に当たります。慢性痛の麻酔科医においては診療所の患者、慢性的な痛みに苦しんでいる患者の対応に当たります。これには痛み止めを処方したり痛み止めの注射を打ったりすることが業務になります。